皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは親子丼を作っていきます。材料はこちら。使うのはこの4つだけ。しかも電子レンジで作れるという簡単レシピです。鶏はもも肉を使います。それでは早速レッツラゴー。まず玉ねぎを薄くスライスします。これで OK。 次に鶏肉をカットします。ここでのポイントとしては普通より細かくカットすることです。今回は電子レンジを使うので中まで火が通りやすいようにするためですね。だいたい2センチ角くらいでしょうか。こんな感じですね。そしたら卵を溶きます。白身が残る程度に溶かしすぎないのがポイントです。こんなもんでしょうか。これで準備完了。そしたらボウルにお肉と玉ねぎを入れて軽く混ぜたらめんつゆを加えます。量は目分量です。もうちょい。こんくらい。めんつゆの半分の量くらいのお水も入れましょう。これくらいでしょうか。再度軽くかき混ぜたらラップして電子レンジで加熱します。まず500ワットで4分。一度取り出してよくかき混ぜて再度4分間加熱します。ここやけど注意。お肉にちゃんと火が通っていれば OK です。最後に溶き卵を流し入れて電子レンジで1分半加熱します。この状態でしばらく放置しましょう。余熱を使うことで卵がよりトロトロに仕上がります。その間にお米の準備でもしておきましょうか。最後の仕上げですね。電子レンジで作った親子丼の完成です。材料も少なくてしかも短時間で作れました。卵もいい感じにトロトロですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。いただきます。今回は親子丼ですけれども電子レンジだけで作りました。見えない。見た目はでもすごい普通の親子丼。すごい美味しくない？うん美味しくない？うん美味しい。うま。全然フライパンで食べてるのと感覚的に同じらしい。お肉柔らかいし卵トロトロだし、うん、うまうんうんうん美味しい。材料も少なくて済むし洗い物も減るし、うん、いいですね。うん、うん、白身がちゃんとトロトロしてるね。ここすごくない？ここ、うん、ここって言っても分かんないよねこれ。ちょっと iPad で撮ろう。ここすごくない？うん、すごい完璧なトロトロ。うん、あーでももう一個って言っちゃった。もう一個ポイントがあって、うん、こういう白身のトロトロを残すために最初溶き卵にするときにあまり混ぜすぎないと、うん、こうやってトロトロになって見た目も美味しそうになりますので、うん、定番料理が意外とレンチでできるかもしれないって可能性が
卵ってやっぱりこう爆発するかもっていうのがあるから、あ確かに目玉焼きみたいなの作ろうとして爆発して辛いみたいなあその目玉焼き的なものをレンジで作る方法っていうのも昔やっておりますので、ああやってたね。そういろんなレシピ動画とか見ててもさ600ワットって多くない？うん、うちが使ってるあれがもう200か500しかないから、うん、600ワット何分って書いてあったらこれ500になったら何分なんだろうってなっちゃうんだよね、うん、迷うよね、うん、鶏肉とかレンチンとかするときはプラス1分で見てる、うん、600ワットで3分とかだったら500ワットでプラス1分4分ぐらい、うん、で某料理家は言ってた気がする。リュウジ？ああ、リュウジさんね、お酒飲みながら料理する人、うんうん、最近料理研究家っていう人増えてない？うん、あれは何を料理を研究してるってこと？あ、研究してるってこと。あのレシピ本とかさ、うん、作る前に、うん、なんか試作とかなんかこう作ってて、うん、うち山本ゆりさんって料理家が好きなんだけど、うん、その人のなんか密着取材みたいなので見てたら、うん、1日に何作も作るんだよね。文字の通り研究してるって感じだった。料理研究家の方々ってさ、うん、みんな痩せてるよね。さすがに全部一人は食べないにしても結構な量を食べるわけじゃん、うんうん、それをずっと繰り返してたら太ると思うんだけど。そうだよね、すごいよね。なんでだろうね。はい、ということで今回は電子レンジで親子丼を作ってみましたけれども、すごく味も美味しくて卵もトロトロしていて、うん、肉も柔らかくって、ぜひとも動画参考にして作ってみてはいかがでしょうか。はい、材料も少ないのでぜひお試しください。ではこの動画が良かったと思われた方はぜひぜひとも、強調したね、ぜひとも何卒高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。